QR コードと QR マジックの違いをご説明したいいいとと思います QR コードというのは、二十数年前に愛知県にあるデンソウウェブさんが開発されたバーコードを二次元にした二次元バーコードのことを QR コードと言います。この QR コードは無料で使えますけど、飛び先が1箇所なもんですから、ホームページに行くとか、 えー、インスタグラムに行くとかっていうふうに、えー、一つのものに行くわけですね、えー、そして中身ができてないとその QR コードができません、えー、ですけど QR マジックっていうのはあ入り口はデンソウウェーブさんの QR コードを使うんですがその先のフォルダーの特許を私たちがあ開発しているわけですねフォルダーですからそこには、えー、YouTube だとか インスタグラムだとか、ああラインだとか、通販サイトだとか、フェイスブックだとか、グーグルマップだとか、まあ予約サイトだとか、何でも二十個までつけれます。ですから QR コードと QR マジックの違いっていうのは、入り口は QR コードを使うんですね。その先のフォルダーまでつながるところが QR マジックなんですね。そして QR マジックは数字で QR コードを作るものですから、まだ中身が用意できてなくても、空っぽのままでも QR コードを生成することができますので、印刷の手配するときには、まだ中の動画が撮れてないとか、コンテンツが用意できてなくても、印刷物の手配ができるわけですね。そして、いつでも入れ替えができますから、例えば動画が、 ああちょっとこれ変えなきゃいけないっていったときにはそこを差し替えるだけですから、えー、いつでも中身の更新も可能にできるわけです。これが QR コード無料で使える伝送ウェブさんの QRQR マジックというのは入り口は同じ QR なんですがその先のフォルダーのことを私たちはセットで QR マジックと呼んでおります。